私、玉座にたどり着いたの。あれ？私がそこに、なんで私が二人もいるの？いや、私はあなたではない。あなたも私ではない。あなたは封印された私の代わりに作られたクラフトソウル。そして私はずっと玉座に封印されていた。もともとこの体に存在する魂だ。あなたもうすうす気づいていただろう。そしてここに戻り、真相を突き止めようとしたのだろう。じゃあやっぱり。ねえ、私はどうなるの？体を取り戻せたのは良かったけど、この玉座、この体には、ここにいられる魂は一つだけなんだよね。ごめんなさい、体を乗っ取るつもりはないの。でもやっと今まで知らなかった自分の気持ちに気づけて、頑張ってここまで来られたのに、やっと本当のことが分かったのに。まだ叶えてない願いがあるの。そしてみんなの願いもまだたくさんたくさんあるの。私やっぱりこのまま消えるのは嫌だ。
あなたは私としてしばらくの間頑張ってきた。ある意味、すでに私だったのだ。私の心に響くあの声、あれはあなただったのね。じゃあ、私ももうあなただったんだ。私たち二人はずっと一緒だったのだな。あなたさえ良ければ、これからも私のそばにいてくれないか。うん、分かった。私もまだもっとこの世界を感じたい。